皆さん、こんにちは。キスケです。本日はこちらの身勝手の極みにマルチ Z パワーをつぎ込んでいこうかなと思います。さあ、果たして何凸になるのかっていうのも結構自分の中で楽しみなんで、早速使っていきます。はい、こんだけあります。結構あるよね。まず600、これで7凸ですよね。あ、こんだけじゃない、もうちょいあります。もうちょっとある。これで7凸で、そして、俺が今まで使ってこなかった、こちら、ずーっと貯めてました。これ獲得しましょう。受け取る。で、これを使います。身勝手。このポンポ使っていいのか、後半のこと何も考えてないっていう。はい、使いました。さらに、交換所行きます。こちら。はい。メダルが32枚あります。あー、30で1個なんや。結構するね、これ。じゃあそこまで凸上がるもんでもないのか。赤1凸か。ちょっと待ってや。あと400ぐらいだったよね。そうね、あと400やんね。あと400ってことは、60交換するんじゃなくて、200、200の方がお得なのか。そうすれば、チケット交換できるもんね。200。はい。200で交換所行って、はい、貯めるよ。15枚いいでしょ、これ。あ、いいやん。これ使います。はい、はい、赤1凸。 美しい、キラーン、かっこよすぎ。星2つ上がりました。 上がりすぎやろっていう感じやけど、まあ、相当強くなったと思います。まあ、ステータスもね、上がったね。じゃあこれ早速使っていこうかなと思います。宇宙サバイバル編パーティーで PVP 回っていこうと思います。よければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。赤紫染めパーティー対戦やっていきます。まあ、青は出すとして、黄色も出そうか。お願いします。いや、赤2凸にしたいな。どうにかしたらできそうやけどね。結構簡単にできそう。さあ、やっていくぞ。対戦お願いします。さあ、来い。合わせて。OK。ナイス。ビッグバン。あった。いいね。通常で返して、あ、打っちゃうか、即。OK。おお、噛み合うね、さっきから。よし。強いぞ。ユニークゲージ貯めるよ。はい。これで打撃ドロー。いいね、ボール火ついてんのいいよ。もう1枚はちょっともったいないんで、温存。じゃあ、ライジング。スパスパ行こう。いや、特殊アーツ使ったばっかやから読まんといてほしいな。どない？おい、嘘だろ。マジかよ。さよなら。さらに回復。油断したな。タックルかい。タックルかよ。なんだ。損したわ、ちょっと。通常で返して。オッケー。はい。ナイス。折っちゃうよ。悪くない。即打っちゃおう。よいし。こんにちは。ベジータブルーだよ。ベジータブルーのなり損ないだよ。ああ、びっくりマーク。タックルやと思うんやけどな、これ。やっぱり。さっきからタックル多かったもんね。即圧。通常、危なっ。あざっす。倒せるよね、これ。アディオース。よーし、神です。 さあ、マッチングしました。赤紫染めパーティー対戦やっていきましょう。お願いします。まあ、初手は
青でいいかな。うん、いやジレン悩むな。いや黄色出すか、これでいこう。対戦よろしゅう。まあ赤色の通りがいいね。コンも取れればだいぶ強いんじゃないかなとは思うんですが、即射撃打ちたかったけど残念でしたね。はい、じゃあ必殺アタック。はい、射撃打っちゃうか。マジか、うまいなそれ。痛え痛すぎんそれ。あざっすちょっとでも遅れたらこうなんのやばいよな。え、マジか、残念はい、そんなもんか。あー、おーほーおー、ナイス、ライジング、あざっす身勝手の極み、ひとつまみとひとつまみと。いやー素晴らしい、マジ強いよ。 OK、 おおすごいねすごいね、ナイス。いやーこれどうしよっか、火力稼ぎに行くか。まだ帰ってこないんで結局で、あざした。いや強い、身勝手マジやばい。さあマッチングしました、対戦やっていきましょう。わ、トツすごいね、トツすごいな。いやどうしようかこれ、緑かな、お願いします。ゴッド8こんな相手と当たるとは思わなかったわ。身勝手の力を見せつけろ。対戦お願いします。こうなってくるとさ、ウルトラ海洋拳突っ追っときゃよかったなってなるよね。オッケー、うーん、ナイス、ありがたい。これはさすがに、ほい、死になさい。避けてる、よしラッキー。はい、特殊カバチェン、ただなー、バニシングギリたまらなさそう。あ、いけるか、合わせて合わせて、あざっす、ウーマです。はい若干ラグかったけどまあ大丈夫でしょう。オッケー、ライジング、いや読まれたくないなこれ。ところどころラグが発生するのはこれ何なのこれあまり言いたくはないんやけどさ。はい、一歩も引くわけにゃいかねえ。ライジングやったら、あ違うか、ボール奪えんのかこれ。うん、ボール奪えるからまだライジングは飛んでこないっしょね。どんぐらい入る？あ、結構入る、結構入る思ったより入るわ、だね。オッケー、ライジングか。いやー、
結局ボール破棄したけどあんま意味なかったね、残念。まあタックル行きましょうか。うわー噛み合った、最悪最悪。30カウント特殊カワチェン向こう長長くね、マジ長いんやけど。うーん見てるか。 OK 許さねえぞー。あざーす。まあ2回目はちゃんと読もう。さあユニークゲージ貯めて、これは究極で落としきろう。はい決着をつける。一応ユニークゲージ溜まってるんで満タンじゃないけど、まあ、ある程度ちょっと時間稼ごうか。バニシング、あーなるほど持ってますよと、私は強っ強すぎん。必殺ぶっぱしちゃえ。あざっす。ベベベ最速予約圧にしよう。ちょっと怖いはい。なるほどこれで踏ん張りがつくか、身勝手で。相手メイン使ってるんで、まあ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 って感じか。オッケー。はいナイス、予約圧でいきますこれで勝ちかな。あざした。はい皆さんお疲れ様でした。本日は身勝手の極みに、リミテッドのマルチパワーをがっつりとつぎ込んだんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱり赤色の星がつくとね、ちょっと安心感があるというか、うん、個人的にはすごく、強いんじゃないかなとは思います。まあ間違いなくぶっ壊れっすよね。うん、そのゴジータ4の時みたいにんとは思わないですねゴジータ4にちょっと申し訳ないけど、おやまたのでよくねみたいなあの感覚は身勝手にはないんで、まあ、唯一無二のやっぱ打撃射撃カウンター持ってるんで、まあ、それはすごく評価できる点なんで、マルチぶっ込むならこいつなんじゃないかなって思いますね。ということでよろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。